さあ始めていきましょう。信長の野望波動ということで、今回はシーズン4のアプレ情報まとめやっていきたいと思います。イエーイ、やっていきましょう。はい、というわけでね、内容としましては8月の公式生放送でありました、シーズン4のねアプレ情報のまとめでございます。今回ねアップデの情報と、新部署のご紹介にね絞ってご紹介しようかなと思っておりますのでね、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。最後にね、あの公式の方から発表がありましたね、特典の方もご紹介できればなと思っております。まあ全体で15分かかんないぐらいでねご紹介できればいいかなと思っております。というわけでね、まずねメンテナンスですね。8月30日10時から18時までありますよ。終わりますとシーズン4ね、私有私列というものが始まってまいります。今回のねシーズン4のテーマですね。で、羽柴、明智、柴田、徳川と4大名家がシーズン4は出てまいります。皆さんどこにされましたでしょうか。はい、でね、私が一番伝えたかったのはここですね。全体マップ、なんとシーズン4変わんねってよまたこのマップかーいって感じなんですけどね。変わったところといったら大名家の本城撤廃があるみたいですね。上杉だったら春日山城、今川だったら駿府城とか本城があったと思うんですが、それが撤廃されますよと。で、自分のね里が飛ばされたら今までね本拠地の近くの領土に来たと思うんですが、今度は一門のね所属領土、一門が持っている領土に飛ぶみたいですね。はい、プラスしてこちら新たな城の追加とかね、城のランクの変更もあるみたいでございます。まあ A ランク松本城、多分深志城の跡地にできるのかな。北の庄城、まあ、北陸に新しくできる城でしょうか。まあいろいろね、ここはシーズン4始まったら見たいと思います。で、領土線もねちょろっと変わりました。てか結構でかいこれ。戦という文字がね領土線をすると出てまいります。まあ攻める側とね、その領土にいる、里ですね、出てまいりますと、こうすると10分間戦状態となって里に攻撃が可能となりますよと。例えばね、この KTG-02 がね、この領土を1分間で取っても、戦という状態は9分間残ると。領土を取った後も9分間、里は攻められますよという状態にね、結論としてはなるみたいですね。いや、かなり消耗戦がシーズン4予想できるんですが、これは賛否両論じゃないかな、どうなんでしょうか。あとね、滝の里に一定の損害を与えると、目安箱からね、開拓令を獲得可能ということでね、これ後ほどご紹介しようかなと思っております。その他のアップデート情報ですね。シーズン4の、方ね、シーズン2に登場した武将が交流に出てきますよ。まあ、島津の義久とか義弘のね、限定の兄弟も、シーズン4開始からね、一定期間経つと出てまいります。あとはね、ここも大きいですね。S 城は1門につき1つのみ所有可能と、シーズン4はなってまいります。あとはね、甲状腺のね、NPC 部隊のアルゴリズムの調整ということでね、まあ、具体例を挙げてたのは、なんか本丸付近の NPC がね、もうちょっと賢い動きをするようになりますよという話はされておりました。まあ、この辺もね、裸で感じるところかわかりませんがね、やってみてね、また判断していきたいと思います。あとはね、全シーズン対象としてね、パックの内容が変更になったりとか、検証、牽制機能のね回収が行われたりとかいうのがあるようでございます。まあこの辺はちょっとね使ってみてかな。またね、どうもね、この検証機能のね保存をしても、今までと同じくね、あの内政武将とかがうまいことこの編成に入ってこないとかね、いろいろあるみたいなんで、まあちょっと使ってからまたね感想を述べていきたいかなと思っております。はい、でね、シーズン4大きいアップルがこれですね。建築ということで、マップの開拓地を所有し、対応する技術を開発すると建築が可能になりますよと。で、開拓令の消費と部隊の派遣が必要となってまいります。で、シーズン4、マップにね、こういう開拓地みたいのが出てくるようでございまして、これを所有すると、建築が可能となるみたいですね。で、それにあたって、先ほどね、なんか里殴ると出てきますよというこの開拓令とか、あとは部隊の派遣が必要となってくるみたいでございます。内容ご紹介あったね、開拓の拠点は4つありますね。1つが、問屋場ということでね、周囲の領土で調達時に、対応した資源を獲得可能ということで、まあ、これで開拓令使って拠点を作ると、この周りにあるね、例えばね、高地とか、まあ、兵糧とかがね、こうプラスして入ってきますよとか、あとこの聖楼ですね、領土戦の際に周囲の敵部隊を攻撃。まあ、おそらく城周りのね、開拓地とかに配置するようなものになるのかなと思いますね。あとこの大きいのがため池ですね。周囲の領土で調達時に平家玉を獲得ということで、今までね、集落しか手に入らなかった平家玉がこのため池を作ることによって獲得できると。序盤かなり使うんじゃないかなと。
ワンチャン序盤から終盤までため息だらけみたいな、そんな気もするんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最後にこちら棒道ですね。隣接していない領土の制圧が可能ということでね、今までね、隣接してなかった領土にこれを作ることによってね、通ることができるようになりますよと、まあ、制圧実行時に取り壊されるという、ものがあるみたいなんですが、これも出てきますよと、まあ、かなり戦略に幅が広がったのかなという印象はありますよというところでございます。続きましてこちらで、ね、技術開発のアップデートも行われるようでございます。技術開発3を一新、好きな分野から開発可能にということでね、まあ、シーズン3ね、基本というところをね、開発してからね、このいろんな内政とか兵科とか戦闘とかね、開発できたと思うんですが、シーズン4はね、最初からね、なんか行きたいところに行けるみたいな話が出ておりました。で、加えてね、こちら、複数の技術を開発することで、開発可能となる強力な技術ということでね、応用技術という概念も出てきました。これはね、全部で10個あって、その中のね、4つをね、自分で選ぶことができますよと。まあ、複数の技術を開発することでね、1個上のね、上位の技術が手に入るといったところでしょうか。まあ、この対象の、ね、技術を取ることによって、習得可能になるみたいですね。で、開発できる枠はね、今、ご紹介しました4つまでですね。10個の中から4つまでとなっているようでございます。はい、ちょっとね、早口でございましたがね、アプデ情報は以上でございます。続きましてこちら、新武将のご紹介も見えてますね。一人目が羽柴秀吉ですね。はい、牙の別吉さんということで、また焼きましかい。自身と一文字を含む味方3部隊に、クリティカル 25% を付与。対象を含む敵3部隊に、自部隊の武勇または知力の高い方の系統で 250% ダメージ。同値の場合は武勇系統制圧命令実行時 375% に威力上昇となっております。またね、新しい技能としてね、自身が対象で兵力が半分以上の時に攻撃防御プラス 20% とありますよと。まあね、中国の大返しね、毛利さんと戦っているところをね、なんか本能寺の変で敗れた、織田信長さんの仇ということでね、明智の三茶のところにね、こう帰ってきた、まあ大返しみたいな話があるんですが、まあそれをね、イメージして牙が S になったみたいですね。はい、どうでもいい情報ですね。今の秀吉の方が強いんじゃないっていうのが個人的な、まあパッと見の感想でございました。続きましてこちら、加藤清正さんですね。はい、これシーズン3で出てくると思ったらね、シーズン4の初っ端で出てきました。自身と一門衆を含む味方3部隊の武勇破壊を 30% 上昇、治癒を 5% 付与、武勇を 3% 累加、対象含む敵3部隊に武勇 250% 攻撃ということでね、まあ、向上にかなり向いた、武将じゃないでしょうか。私この人は結構ね、期待してるところでございますが、まあ、統率が思ったより低いんでね、どうなるやらといったところでございます。まあ、なんかね、生放送で出てましたけどね、秀吉さんと組ませるとね、秀吉大将、加藤清正さんをね、副将とすると 53% から 54% ぐらいで、ね、連載率ありましたんで、まあ、そこがかなり期待といったところでしょうか。はい、続きまして福島正則ということでね、加藤清正、福島正則のね、秀吉さんの、まあ、幼馴染というね、噂があります。この2人が出てまいりました。自身と一門衆を含む味方3部隊の攻撃防御 20%、 攻撃速度を 20% 上昇、対象を含む敵3部隊に 250% の攻撃をし、防御 25% 低下。まあ、今まで出てきた中でね、3部将の中では一番ね、強い戦法かなと、パッと見思ったところでございますと。で、技能が新しいですね。兵科が足軽もしくは牙の場合、部隊撃破時に10秒間攻撃プラス 20% となっております。まあそうですね、部隊の戦力が高ければ高いほどね、威力を発揮してくるような武将じゃないでしょうか。ただ対象として使うかといったら、また統率低いんだよね。なんとも言えないところでございます。はい、最後にこちら、大友総理もね、シーズン4初っ端に出てきました。これはね、なんかシーズン4の中盤に出てくるかなとね、予想してたんですが、まあ、高橋常務ね、立花同説と来てね、ついにね、主君の大友総理が出てまいりました。自身と一門衆を含む味方3部隊の武勇、知略、防御を 30% 上昇、見切りを付与、対象を含む敵3部隊に知略 200% 攻撃となっております。まあ、鉄砲が S で、牙が A といったところですね。で、これが結構でかいですね。編成された部隊にかかる混乱同士打ちの効果をマイナス 50%。ついにね、毛利元就、斎藤道三のね、対策が できたといったところでしょうか。まあ、直接のね、この同士打ち対策という意味ではね、この人結構活躍するのかなぁ。まあね、どの武将も言えますけどね、やっぱり使ってみてとかね、編成してみてからまたね、評価が、決まるとこかなと思います。まあちょっと軒並みね、この統率が低いのがね、気になるところではございますね。統率はね、部隊のね、攻撃防御に関わるところでございますので、そこがちょっとね、今回気になったところでございます。
はい、というわけでね、最後にこちらシリアルコードの入力をすることで名称投与状が10枚手に入りますよというものが出てまいりました。合言葉はシーズン4開幕ということでね、まあ、4はね全角が注意というところでございますが、生き方としましてはこちらのね3点リーダーからお知らせ、そして、公式生放送のねところを開いていただくと、ここにねシリアルコードの入力ページというのがあります。これちょっと入力していこうかな。入力してまいります。はい、というわけでね、シリアルコード入力してまいりました。なんか多分ね入力画面みたいの今ねスクショで貼ってると思うんですが、こうするとこれどれこれ多分足されてんのかな、10枚プレゼントということでね。なんかねメールで送りましたみたいなこと書いてあったんで送られてきてるかなと思うんですが、どうなんでしょうかわかんねえ。あ、来たかな今。はい、これかトゥルルインって、あ、これですね。はい、来ました。ちょっと遅れてくるみたいですね。はい、タタタタということで名称投与状10枚来ました。はい、このね名称投与状はね今30枚持ってるみたいなんですが、取っとこうかなと思います。確かシーズン4の武将にも使えた気がするんだけど、まあ使えなかったら使えなかったら別にね、シーズン3の武将がねここで、シーズン4で投与できるだけなので一応取っとこうかなと思います。まあ、この辺とかやっていく。はい、飛ばしてって、まあ半額もやっといて、で、あと何日で はい、無料まで11時間29分。最後一番引いちゃおうか。はい、いってらっしゃい。はい、村上義清。村上義清さんは、いらね。はい、というわけでね、今回ね、シーズン4のアプレ情報のまとめ等をね、ご紹介させていただきました。皆さんね、どこの大名家選ぶところでしょうか。私はね、未だにちょっと悩んでるとこなんですが、皆さんのね、鹿先、ぜひお聞かせいただきますと嬉しいところでございます。あ、最後これ余談ですけどね、希望方と出てるところは、全体の、サーバー全体のね、25% の人数、希望多数となってると、サーバー全体の20から25% というね、プロデューサーさんのご回答がありました。希望多数であれば、ほぼほぼ、希望通りに、所属できるという話でございましたんでね。はい、そのあたりもね、ご参考いただけましたら幸いでございます。というわけでね、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。